皆さんこんにちは。世界の紛糾から本日は大阪府藤井寺市羽曳野市にかけて展開されております古市古墳群を訪れております。今私がおりますのは、小室山古墳という前方後円墳なんですけれども、こちら墳丘に登ることができるんですね。ちょっとじゃあ登ってみたいと思います。結構高いんですよね、高さが。よいしょ。今これ後円部を登ってるんですけども、結構な高さにあるんですよね。よいしょ。もう見上げると山のような感じですんで、一つ一つちょっと墳丘を登っていきたいと思います。よいしょ。こちら4世紀末から5世紀の初めにかけて作られた、まあ、古市古墳群でも最も新しい部類、最も古い部類にね当たる前方後円墳なんですけれども、はい、今後円部墳頂に登ってまいりました。すごい高いですね。遠くまで見えますね。真横には西名阪自動車道高速道路が走っております。でちょうどこの向こうのところ、あの高いビルが、天王寺にあります阿部のハルカスですね。そんなとこまで見えるんですよね。すごいいい景色です。今私がおりますのが後円部の墳頂になるんですけれども、おそらくここに、埋葬施設があるのではないかと言われております。表面に吹石がね吹かれておって、埴輪なんかも見つかっておるようなんですけれども、埋葬施設は不明ということです。それにしても綺麗な景色ですね。すごい大きいですよね。こうやって見ると古墳の大きさを体感できます。で今前方を見てるんですけども、古墳の形非常に綺麗に残ってますよね。すごいな。これはこうやって墳頂に登ることができるのも、このこちらの古墳の特徴かと思います。非常に面白い古墳です。